ヤジウマストリート第137弾始まります。おはようございます、笠井正義です。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオヤジウマストリート第137弾でございます。ということで今週はですね、なんかこうベタなタイトルですけれども、新日映画スター特集ということでお届けをしたいなというふうに思いますね。今日はですね、新日ですというふうに言ってくださってる大スターお二方のねご紹介を前半後半に分けてしたいなと。これね、いつもでしたら4人ぐらい集めといてですね、時間足らへんとかね、時間が結局落ちて2人しか紹介できませんでしたと、いうことになるんですが、そこはね、だんだん学習能力が働いてきたというんでしょうかね。今日はちゃんと前半お一方、後半お一方ということで、お話をしたいなと思うんですけど、まあなんでね今更新日映画スターなんやという話なんですけれども、なんかね、新日ってっていう言葉自体なんちゅうかな、使いづらいことはないんやろうけど、なんかねこう違和感を覚えてる人がなんか多いんちゃうなってきてんちゃうかないうようなね気がしたりするんですよ。まあ言うとね、例えば日本人のくせにね、まあどう考えてもあんた日本好きじゃないやろみたいな人がね増えてきてるような気がなんとなくするんですよね。でまあもちろんね、政治家の中にはぎょうさんいてますよね。ぎょうさんいてると思いますよ。まあね、なんや隣の国からねお金もうたんか、まあハニトラに引っかかったんかね知らんけどね、まあなんかねそう思うとね、なんかね改めてね新日言うてくれてる人ってええよなみたいなね気がねしましてね。でね、これいろいろ調べてみたらね、行さんいてはるんですよ、新日や言うてくれてはる大スターなのでね、これちょっとね、まあ月に1回ぐらいできるぐらいの人がいらっしゃるんでね、まあ、今回は、初めてですけれども、今後ねちょっとこの新日スター特集っていうのはやっていきたいなというふうに思うんですけどね、まあ実はねそのこの新日映画スター特集をやろうと思ったきっかけにもなってるねちょっと面白いニュースがあるんで、ちょっとね前半でスター紹介する前にちょっとこのねお話をしたいなと思うんですけど、まあこの前ね日本の小学生がすごすぎてイギリスの BBC、 いやイギリスの国営放送がね特集を組んだっちゅう動画のね記事見つけたんですよ。これがねちょっと面白かったんですね。でこれはね日本赤十字社が2015年に実施した助け合いをテーマにした PR 動画がもともと企画としてあったそうなんですけど、このね動画の日本の小学生の様子が海外でえらい話題になってたということで、そのイギリスの国営放送 BBC が特集ですよ、特集番組を作ったということなんですね。でじゃあこの どういうことなんやということでいきますとね、このね日本赤十字社の PR 動画の内容というのはまあシンプルなんです。一人で並んでる小学生の横で知らない大人が財布を落としたら小学生はどんな反応をするでしょうっていうようなことを撮影したもんなんですよ。まあまあ言うたら、まあ、あんまりおもろないドッキリだよね、まあまあ言うたらドッキリを小学生のお子さんにね仕掛けてみたということなんですね。これ日本赤十字社が PR 動画としてやってるんですよ。でねバス停の列に並んだ親子の親をの母親がですね、すぐ戻るからここで待っててと小学生を一人で列に待たせるんですよ。でこれまあ一応ね、ちなみに周りの人は全員仕込んでる関係者なんやそうです。だからまあ完全に言うたらドッキリやね。では、まあ、かわいそうだけどこのお子さん一人をドッキリにかけたということなんですよ。するとね結果はどうやったかっていうと、全ての小学生が拾って渡したり落としましたよっていうふうにしてきたというんですよ。ほな
当たり前でしょ、当たり前、まあほっこりすると言えんことはない、まあドッキリとすりゃ一個も思んないね、ドッキリではあるんですけど、まあ日本人が見たらこの企画まあ思んないとね、当たり前やと思う結果になったわけですよね。ところがこれを見た外国の人の反応が全く違ったらしいんですよ。外国の人がね、このまあ思んないねドッキリ見てびっくりこいたらしいんですよ。でそれで結局すごいっちゅうんで、イギリスの国営放送が、ね、BBC が特番を組んだということなんですね。じゃあその僕らからしたら当たり前のことをなんでびっくりこいてイギリスの国営放送が特番にしたかっていうと、イギリスではね、まずね、拾得物、落とし物をね、これをね預かるという概念が警察にないんですって。だから警察に届けるという概念も当然なくて、警察は落としましたよ、落とし、誰か落としましたよって言って警察に持ってこられてもみたいなことになるっちゅうんですよね。もう日本人じゃ分からへんよね。で例えばね、中国では落とし物はまあ届けられることはあるかもしれないけども、まあなんていうかな、まずね戻ってくるっていう概念がないんですって。要は落としたものは届けることもまずないし、戻ってくることもない。だからその、まあ、この記事にはそういう書き方してるんですよ。だから警察が預かるという概念があるかどうかまでは触れてないんやけど、要はもう落としたもんは戻ってきません、終わりっていうのがまずは中国の概念なんです。だからまあ落としたらもう悪い、落としたやつが悪い、諦めない、落としたものはなくなったものですというのが中国だということなんですね。そしてカナダは落としたものを届けると、警察によ届けると逆にそれあんた盗んできたんちゃうかと言われるらしいんですよ。なので逆にね、落としたものを届けると疑われる、ね、だから金銭的価値のあるものを見つけても結局ね、見つけて持ったり届けたりすること自体で盗人やと思われるから無視する、要は落とし物は拾わないっていうのがカナダの概念なんや。そうなんですよ。でね、例えばこれ、例えばね、またアメリカのサンフランシスコのチャイナタウン、ね、で落ちた財布を警察に届けたっていう人がいてるらしいんですよ。するとね、正直な男が現れたっちゅうので地域のニュースとして報道されたんですって。まあだからそれぐらい世界的にもう落としたらアウトなんですよね。落としたらアウト、もう戻ってくることなんても 100% ありませんというのが世界の概念なんですね。ところが先ほどの子どもたちっていうのは全く違うかったわけですよね。ねえ、なのでそのまあ要は大人でも落としたものを拾わない、他の国は。にもかかわらず小学生が拾う日本っていうのはどういうことになってんねと、本当にすごいと。どういう教育をしたら子供が人が落としたものを拾って返そうという気になるんやというのがやっぱり驚きやったそうなんですよね。これね、 YouTube ってかな、最近ショート動画なんかで確かにね、要ねこの逆バージョンのいたずらはよう見るんですよ。例えばその携帯を落としたら、まあ言い方あるけどみんながまあパクるっていうことを前提に、その携帯にその電気こう隠れてる人がスイッチをしたら強烈な電気流れるようにしといて、その拾った人がポケットなりにしまったらその電気バー流してブルブル震えながら携帯を投げるっていう姿を見てみんなで笑うっちゃうな。こういうねドッキリみたいなよう見ます。あれほんまなんかテレビ局がやってるのか、あれ下手したら素人がバズるためにやってるのか知らんけど、あとねワロタンが自転車にもう置いとくというか鍵かけてないともうほぼほぼ盗まれるんですよ。
でそれも自転車にどこにバッテリー積んでんのか知らんけど乗って進み出したら電流流れてもうみんな倒れてえらいことになるとかねみたいな、もう見たことありますけど、まあ、要は日本ではそんなドッキリはないわけですよね。当たり前やけどね、うん、まあ要はその小学生までそうやって拾ったものを大人に返すということに世界は驚いたと。まあただね、そのどんな教育してんねって言われても、まあ僕らの時代やったらね、ちっちゃい頃に親からまあ言うたらお天道様見てるよみたいなね、まあ今はあんまりこういう表現言えへんから、でも言われましたよね。お天道様見てるからね、要は誰も見てないと思っても、まあ要は誰か見てるよとね、だからそういうことをしてはいちゃん、いかん、いかんと、いちゃんってね、あかんということは、まあ確かに学校では教える以前にもう親がそんなことは当たり前のようによう言うてるよね、お天道様が見てるよって、まあ、今は言えへんのかな。でもなんか改めて思い出すとええ言葉やね、お天道様見てるよなんていうのはね、うん、まあ誰も見てないわけじゃないよということですよね。まあだからこういうなんていうかな、道徳的な教えっていうのは日本では当たり前やし、それが根付いてるということなわけじゃないですか。だから逆に外国ではこういう教育せえへんっていうことなんかな。まあだから小さい頃から道徳心をね養う日本の文化が落とし物を届けるのが当たり前という日本のね状況とまあつながってるということじゃないですかね。でまたその公園あの交番がね行さんあるっていうのも、これおそらく日本の特別な風土なのかもしれませんね。やっぱりここまでね交番って世界中ないもんね。だからあどこなんかの記事で読んだけども、交番っていう、まあ、英語になってるんやってね。その至る所におまわりさんがいてて、まあ、ところがこう取り締まってるっていうイメージはないよね、日本の場合。おまわりさん、まあね、警視庁24時じゃないけどもね、まあ、だから交番が比較的身近な存在であるというのも、まあ、日本のある種海外と違う状態やということも言えんことはないと、まあ、いうふうに、分析もされているんやそうです。まあね、この話聞いたらね、まあ、なんかやっぱりあ日本人ってええなという気しますよね。まあ、どんな時でもね、やっぱりねお天道様は見ているとね、例えば相手の立場に立ってね、落とした人大変やと、ね、いう立場に立って困ってる人がいたら助けましょうとかね、まあ子どもの頃をよう聞かされた話じゃないですか、ね、これやっぱり今あんまり言うてないのかな日本の親もね。まあ、ただ、ね、今の財布を 100% のお子さんたちが拾ったということやからね、まあ、やっぱり今お子さんたちはそういう風にね道徳心を親御さんから教えてもらってるんやろうなと、まあそういう話を聞くとやっぱり一安心やなと言うんですけど、まあこのね日本の当たり前は世界の当たり前やないということですよ。だから逆に言うとその日本外国人外国旅行行ったらすぐ物盗まれるとかね言われるっていうのは、もうどこも日本と同じような国やと思ったら大きな間違いですよと、まあいう逆説的な言い回しやと思うんですけどね。まあただ先ほど言うたけど、なんかねこうお子さんがまだあるやんかもしれんけど、大人にねこの道徳心、お子さんに自慢できるほどまだあるんかいなと、なんかね表舞うところがなきにしもあらずやなという気がねちょっとするんですよね。まあそこでね今回の特集になるんですけども、日本がね大好きや言うてね公言してくれてはる外国の映画スターはね、まあ日本のね何が好きやったんやとか、そういうとか、あと日本こんなところがね日本のを大切にしたい理由なんやっちゃなことをねおっしゃっておられるレポートとか、そういうのがね結構ねあったんですよ。まあそれをね見つけたので今回の特集をやろうというふうに思ったわけです。ということで今日は一人一個、前半後半で一人ずつ二人しかご紹介しませんとか言うた割には、このね日本のお子さんのね道徳心の話で15分も喋ってしまいましたけれども、まず
最初にですね前半でご紹介したいのはロバート・デ・ニーロさんなんですね。まあ世界的に有名な俳優ですよ、ロバート・デ・ニーロさんねといえば。でまあこのねロバート・デ・ニーロさんが海外のトーク番組とかでですね、まあいろんな日本はええとこやというふうに言うてはるんですよ。でね特にこの日本の北摂酒造っていう酒蔵、まあ酒造メーカー、北の雪って書いて北摂酒造さんというメーカーさん、日本酒との関わりについてですね、まあすごくロバート・デ・ニーロさんは海外で日本との接点として例に出してお話ししていただいてるっていうことなんですね。でねそのじゃあロバート・デ・ニーロさんが北摂酒造って聞いてもどうですかね。あんまり皆さんピンと、まあお酒好きな人は知ってあるかもしれんけども、うん、まあテレビスポット流すような大メーカーじゃないじゃないですかね。じゃあなぜこのロバート・デ・ニーロさんが北摂酒造っていう、これ実は淡路島、あ、違う、ごめん、淡路島、違う、佐渡ね、佐渡島にある酒造メーカー、新潟やね、だからね、の酒造メーカーさんですけども、なぜ出会ったかということなんですけど、まあこれもねご存知の方多いかもしれないんですけど、ロバート・デ・ニーロさんっていうのは日本人シェフの松下信之さんっていうね、もうシェフノブのシェフですよね、と、まあ、共同で日本料理レストランのノブを共同経営してあるんですよ。だからノブっていうとこの松下シェフのお店やというふうに思ってる方も多いかもしれないですけど、実はロバート・デ・ニーロさんがノブに作ろうって言って声かけて、それで共同経営だから出資しはったんですよね。要はお金出したるから作れへんかっていうことに多分なったはずなんですよ。でその世界的日本食レストランのノブのまあまあ経営スタイルをね、まあ日本風にしてるとかいったあたりで、あと僕も知らなかったんですけど、日本風のねホテルの経営もやってはるんですって。だからまあ言うたら、まあ、大の日本好きやいうのはまあ間違いないということなわけですよ。まあそして先ほど来出てきた北摂酒造っていうのはこの共経営者で、その腕に惚れ込んだ松下シェフね、ノブのオーナーシェフがきっかけやったということではあるんですが、まあこれでね、この実はね何を隠そうサムネにちょっと書きましたけど、こう見えて私このね大スターのロバート・デ・ニーラ、デ・ニーラやってロバート・デ・ニーロさんとね、めちゃくちゃちっちゃいですけど接点あるいうことに気づいたんですよこれの企画を初めてデ・ニーロさん調べてて、あ、はぁと思い出したことがあるんですね。でねこれね、なんでその薄い縁が実はこの奈良に住んでる還暦過ぎのおじいとロバート・デ・ニーロさんに薄い接点があるか言うとね、これね僕も忘れとって実は言うたことないんですけど、先ほど言うたねロバート・デ・ニーロさんと共同経営されてるレストランノブのね松下シェフ、松下信之さんっていう、まあご存知の方は知ってると思うんですけど、のこの松下シェフのですね還暦のパーティーが日本のノブですることになった時の総合演出をなんと私やらせていただいたんですよ。ね、嘘つくなと今おっしゃってる方もいらっしゃるかもしれないです。本当なんです。本当なんですよ。実は私そういう演出できるんです。ね、まあ映画界のこと喋ってるばっかりはないということをちょっとだけご紹介するんですけど、ほんまなんですよ。なのでこのね松下信之シェフの還暦のパーティー、まあだからもう十何年前かな、もう僕が還暦超えてますからね、なんやけども、まあある縁、まあこのある縁言うても、まあ言うてもええんやけど、料理の鉄人に出ておられた中国料理のシェフのね、脇屋雄二先生、脇屋雄二シェフからの紹介やったんですよ。脇屋雄二シェフが
とは実は僕今もお付き合いをさせていただいてるし、仕事も一緒にやらせていただいたりしてるんですけど、だからこの松下シェフと非常に好意にされてて、まあ、日本で、ね、あのまあ娘さんからって言われたかな、確かね、ノブの還暦パーティーを日本でやっぱりね、日本人シェフやからやりたいと、でそこでなんか仕切ってくれる人を紹介してくれって、その脇屋さんに相談あった時に脇屋さんが僕を紹介してくれはったんですよ。だから笠木ちゃん、あの面白いからやってあげてって言われたんで、そのノブね、松下シェフの還暦のホーム、まあ言ったホームパーティーっていうか、まあまあイベントなんですよ、その総合演出をさせてもらったとね、いうことを この企画やるまでちょっと忘れとったんですけどね、これは覚えとかなあかんよねこれね。ね、だから薄い縁があったっていうのはそういうことなんですよ。でこれね、その演出をで、その進行企画とか台本とか書くんですよね。だその時に実は僕言われとったんですよ。要はね、このノブっていうのは共同経営者がロバート・デ・ニーロさんや。でただ彼忙しいから分からへんんだけど、もしも突然来るかもしれへんから、その心の準備はしといてくれって言われたんですよ。僕どんだけ緊張する、これは他にもね、そんな芸能人の名前もなんぼでもあるんですよ、言えへんけど一人だけ言うとね、郷ひろみさん来るかもしれへんとかね、まあまあもうちょっとこれはまああんまりプライベートなことやから言わんけど、もうねそれ忘れるか普通ほんまこの企画で思い出したんですけど、だからね今湯水のようにその時のことを思い出してるんですけど、そらね緊張しますよね。そのまあ でそこまですごい人やと思わんと総合演出してくれとか言われて、へいへいとか言って受けたまったはええけどね、共同知らんかったんですよ僕。そら共同経営ロバート・デ・ニーロさんやって、夢にも思わへんかってね。でロバート・デ・ニーロさん来るかもしれへんしみたいな、突然言われてね、考えといてとか。でただそのね、ロバート・デ・ニーロさんはそのこういう時はプライベートで来るから、ロバート・デ・ニーロさんですみたいなやつは大嫌いだから、そんなんは絶対やめてくれとかね。そりゃゴー、まあもう言う、まあ、舐めも言ってプライベートだからって言うてるくせに、郷ひろみさんの名前舐めも出してあかんけどね、とかねあったんですよ。だからね、でその来るか来えへんかはっきりしてくれっちゅう話なんやけど、わからんって言わはるんですよ。すぐそのそんなハリウッドのスターのね、ねが来るけんまで確認できへんと。やっぱりさすがの共同経営者でも聞かれへんやね、来ますか来ませんかとかね。だから気分次第で行くしみたいな、で忙しかったら来えへんしみたいな、それはもうどう台本に入れ込むねっちゅう話をもう今更してもしゃあないけど、まあまあそういうことでね、そういうのをやらせてもらったということなわけなんですよ。なのでご本人とお会いはしてはないんですけれども、この松下シェフの還暦パーティーの演出をさせていただいたと、そこにもしかしたらロバート・デ・ニーロさんが来るかもしれへんということで、台本にもちゃんと書いたという意味では薄い縁はあると私は胸張って言うてんじゃないかなというふうに今思ったんで発表したということなんですね。はい、まあ話元に戻しますけれど、まあこれね、このまあ新日やというふうにおっしゃってる、まあもう新日は今のお話だけでも分かるでしょね、日本人シェフとそういうね、うん、料理店を共同経営してあるわけですからね。そのロバート・デ・ニーロさんがですね、過去のインタビューでこんなことをね言うてはるらしいんですよ。これも実は僕したかったんですよね。そのね、息子さんが精神障害をどうも患っておられたらしくて、それをですねあるインタビューで初めて明かされたそうなんですよ。でね、その時にロバート・デ・ニーロさんが、親なら誰でも子供のことが心配ですが、このような病気を患った子供を持てばなおさらですと、悪夢のような出来事に動転するばかりですが乗り越えるしかないんですと、涙ながらにそのテレビのインタビューショーでおっしゃったと言うんですよ。でそしてそこまでね、やっぱり自分のお子さんのことやから辛いじゃないですか。でずっと落ち込んでおられたその心の支えになったのがどうも日本やった。そしてこの酒造メーカーの
北摂酒造さんにやったというふうに言うてはるんですよ、はい、まあそこでねこの、 あのお話を ご紹介していくんですけども、まあロバート・デ・ニーさんローさんって言うたらねもう演技派で有名ですよ、ね、それでまあ役作りにもものすごいこだわりになる方で、例えば役作りに関してもねこういうことをおっしゃったそうなんです。演技とは全てないものをあるかのように見せる幻影、私は役を演じるときそのキャラクターを全て知り尽くしているんだ、俳優というものはありとあらゆる人間になりその人生を生きなければならないっていうふうにおっしゃったそうなんですよ。ええー、言葉やねっていうかすごいよね。まあ多くのね関係者とか評論家がこのロバート・デ・ニーロさんのことを高く表現されてるの、今のなんかお言葉だけでうなずけますよね。それでねこのロバート・デ・ニーロさんが人生で最も素晴らしい出会いがあると語ったのがこの日本の北摂酒造さんとの出会いやったということなんですよ。でこの北摂酒造さんとロバート・デ・ニーロさんの出会いは、まあ先ほど来僕が言ってる日本レストランのノブの松下信之さんが大きく当然関わってます。ちょっと一個が記事読みますね。1993年アメリカのハリウッドスターに愛されるレストラン松久、この時はね自分の名前松久っていうレストランを経営されたんですね。松下を経営していた松下信之さんに対して常連客だったロバート・デ・ニーロさんが新たな日本レストランの開業を打診しはったんです。それでニューヨークにノブを1店目やねをオープンしたと。だから声かけたのがロバート・デ・ニーロさんなんです。でおそらくと僕言いましたけどおそらく費用多分全部かな、まあまあ全部かどうか知らんけどもロバート・デ・ニーロさん出してはるはずなんですよね。でその松下さんがその北摂酒造を紹介しはったんやけど、その松下シェフに北摂酒造を紹介したのがどうも矢沢永吉さんらしいと。もう登場人物のスター感がすごいでしょ、えぐいでしょ、ね、だからもう松下シェフって矢沢永吉さんと友人なんつって、でその矢沢永吉さんがファンから北摂酒造のお酒をもらわはったんですって。でそれで親友のシェフの松下シェフにこの酒うまいぜって言われたかどうか知らんけど、結局ね紹介しはったんですって。でそれを飲んで松下シェフが感動して、それでその北摂酒造さんを知ることになったわけですよ。で同じような経緯で今度は松下シェフがロバート・デ・ニーロさんにすげえ酒が日本にあるんですよっていうので北摂酒造のお酒を飲まさはったんですよ。でするともうロバート・デ・ニーロさんもえらい気に入ってその新しい店で出そうと、この北摂酒造さんの酒をということになったみたいなんですね。それで1999年の冬にロバート・デ・ニーロさんと松下シェフはですね新潟県佐渡市、まあ、いわば佐渡島ですねを訪ねて、ノブのオープンの際にレストランに置く日本酒をね北摂酒造にお願いしたいと、だからオープンの日本酒は北摂酒造さんの酒を出したいというふうに頼みに、これロバート・デ・ニーロさんが本人言ったんよ。これすごいでしょ、ね、この意気込みっちゅうの。でね、そのロバート・デ・ニーロさん自体はもうものすごいお酒好きな方やったそうなんですよ。でね、これ例えばっていうので例で載ってるんだけども、ポルフィディオ・アネオっていうスピリッツコンクールがあるそうなんですけど、このスピリッツコンクールで破られたことのない最高得点100点満点で98点っていう記憶を残してるプレミアムテキーラっていうのがあって、このテキーラがうまいって言って愛飲されてるほどの
お酒好きやったと、まあ、テキーラがきついからねよっぽどお酒好きやったと思うけど、この、うん、ロバート・デ・ニーロさんが松下さんから紹介されてまず惚れ込んだわけですよ。なのでその初めて松下と一緒に松下と一緒にオープンさせる自分の店ね、ロバート・デ・ニーロさんの店でもあるノブのオープニングセレモニーはもうそれを売り物にしたいと、最高のロバート・デ・ニーロがうまいと思った日本酒出したいというので頼みに行かはったということなんですよね。でまあその時の佐渡島はですね想像を絶するほど寒かったらしいんですよ。でもう凍えながら、お店の中に入っていったらですね、その北鉄寮のご主人がですねロバート・デ・ニーロさんにまあまあまずこれを飲みなさい言って熱燗を勧めてきはったんですって。でねその海外にもホットワインとかね、まあ僕まあ大前ドイツで飲んでめちゃくちゃ美味しかったですけど、ビールとかまあ温めて飲む文化はないことはないんですけど、やっぱりね極めて少ない、極めて少ないいうわけですよ。でそこでねやっぱりねさすがのロバート・デ・ニーロさんもまあ言うたら異国の国のね、それも初めて口にするそのあったかい酒っちゅうのにこうねやっぱりねやっぱこう勇気がいったというふうに実は後に言うてあるんですよ、ね、いやしかし先ほどの話じゃないけども私は演技を生業にしてると、ね、先ほどもない人生を歩まないといけない、それが役者やっておっしゃってましたけど、それをね思ったんですって、その熱燗飲む前に、ね、俺はねこう見えても、ハリウッドで生業としてる俳優やと、だからここでね、ふっと飲んだ瞬間あまずいと思ってもそれをねもう絶対顔に出しちゃいかんと、ね、演技続けるんやとねいうふうに思わはったそうなんですよね。それでそのまあそこで失敗したらもしかしたらいやそんなこのうちの酒美味しい熱燗飲んでしとくでそんな嫌な顔する人には売れまへん言われたらもうそれでアウトじゃないですかね。だから口に合わん演技をせんとね、美味しい演技をし続けようというふうに心に誓ってもう満身の準備をして一口プッて飲みはったんですよ。そしたらあまりのうまさにそのねこの時のことをロバート・デ・ニーロさんこうおっしゃってるんですけど、佐渡は佐渡アイランドじゃん、佐渡アイランドではない、酒アイランドだとね、まあ、ベターなジョークだけどね、だからそれほど美味しかったんですって。もうね衝撃を受けたと、この温めた酒でこんな酒飲んだ初めて、でましてやこんなにうまいと思ったもう初めてやというふうに思ったということなんだそうなんですね。でね、まあちょっと話したと思うんですけど、でその言葉に応えるように2022年だついこの間ですよがにこの北鉄酒造さんが創業150周年を迎えられたんですって。でその時のに記念に150周年の記念のお酒を作らはったんです。でそこのラベルに酒アイランドと佐渡アイランドっていう文字が刻まれてたんです。粋やけどロバート・デ・ニーロさん言うたことをパクってたわけじゃないけど言わはったことをねそのまんま150周年のラベルにまあ言うたら刻み込まはったと、話でしょね。でまあこの肝心のねその日本酒を置くとね、初めてのロバート・デ・ニーロさんと松下さんの共同経営するニューヨークの第1店目にね酒を置くということに関して今度はね突然その松下さんがえげつないことを言い始めはった。でどういうことかというとね、うちのレストランで扱うと、なので日本以外の要は外国やね、外国で他の店には売らんとってくれね、なのでうちの店も日本酒はこの北鉄酒造さんの酒しか扱わない、だから他の店外国には他の店には売らんといてくれと
いうふうに言わはったんですよ。これ厳しい条件でしょね。え、まあ当時まだその北摂酒造さんが海外とどういう取引やったかもしれへんけど、その外国の他の店で売らんといてくれっちゅうのは未来のことを考えると縛り大きすぎるよね。ね、ところがこの条件を当時の北摂酒造の、まあ、今でも社長さんなんかなが快諾されたんですって。分かったと、ね、ロバート・デ・ニーロさんと松下さんがそこまで言うてくれんのやったらそうしましょうっておっしゃって、いまだにその約束当たり前やけど守られ続けてると言うんですよ。ですので海外のレストランでこの北摂酒造のお酒を飲めるのはノブだけやということなわけですね。でね、この話しながらまた思い出したんやけど、そういえば松下さんの還暦パーティーにこのね北摂酒造さんからでっかいね小もかぶりのお酒の樽送ってきてましたよ。であとね、還暦って書いたね北摂酒造さん名前入りのマス、オリジナルマス、これがねこう来る方来る方にそれでお酒が振る舞われてました。俺もいただいたけどね、確かに美味しい酒やった。でまあその日ねの僕自体お土産にねこの時の北摂酒造さんのマス、還暦ねノブの還暦パーティーのマスね、僕記念に持って帰ってもらいましたね。今思えばうちの家にあるんですよ。うん、それ思い出しましたね。ねえ、だからその時は僕この話知らんかったんですよ。ねえ、惜しいな、俺この話知ってたらもうちょっと違う演出もあったんだけどねえと思うんやけど、まあもう今更ね振り返ってもしゃあないんですけど、まあだからねその当時ノブはまだ開店するかどうか、開店前ね1軒目の店に置かせてくれて頼みに行きはったからね。だからその北摂酒造さんの覚悟っていうのも僕はやっぱすごかったなというふうに思いますよね。でそれでそのもう分かりましたと、その北摂酒造の社長さんがおっしゃってノブに卸すお酒のラベルには北摂ノブというふうに書かれていると。そういやそんなラベルでしたよ、見ましたよ、服もね付けられてました。まあこうしてね日本のお酒は世界のセレブが味わうことになっていくきっかけにもなったと言われてはいるんですね。まあさらにこのねロバート・デ・ニーロさんはどんなに忙しい時でも北摂酒造さんのお酒を自家容器で買い付けに来られるんですって。それほど惚れ込んでるらしいんですよ。だからあまりにプライベートで来はるからニュースにならへんのですよ。なんかねほぼ毎年来てはるんですって、ロバート・デ・ニーロさん。それも北摂酒造にお酒買いに来たんですよ。北摂酒造さんやったらちょっと送ってって言ったら絶対送るじゃないですか、ね、海外拠点ノブもあんねやけど、ちゃうんですよ。やっぱり日本好きやから来てね、味わいたいしこうを買い付けたいという思いが終わりなわけですよね。でロバート・デ・ニーロさんはあの時飲んだ熱燗の味が一生忘れられないと、ね、北摂酒造は僕の心の支えなんだと、日本はどこの国よりも一番心が休まる場所なんだというふうにトークショーの中でもおっしゃったということなわけですよね。まあそれでねこのロバート・デ・ニーロさんがとおっしゃってるのは実はこのお酒の話だけじゃないんです。日本のねこの文化みたいなことに関してもことあるごとにおっしゃっていただいてる。この話も僕は知らなかったんですけど、2015年ので現地時間9月21日にアン・ハサウェイ主演のヒューマンドラマ、まあ、これ多分ご覧になった方多いと思うな、マイ・インターンっていうあの映画も良かったですよね、まあのニューヨークプレミアムがあったんだそうですよ。でこの映画は女性 CEO と40歳年上の部下との、まあ、これがロバート・デ・ニーロさんやねとの交流を描く映画のストーリーに合わせて世代を超えた交流の大切さや若手の、まあ、そういう俳優さんたちに、ね、向けたコメントを、ね、発表されたらしいんですよ。でところがこの日現地時間9月21日この日はねたまたま日本の敬老の日やったんですよ、ね、
それをロバート・デ・ニーロさんしてはったんですよ。それでね、こう言わはったんです。日本には老人を敬う祝日があるんだよ、素晴らしい文化じゃないか、というふうにおっしゃったそうなんですよ。でそれでこの、プレミアムのこのマイ・インターンにね、描かれてるシニアインターン制度があるということを例に挙げて、日本の高齢者はアメリカの高齢者よりずっと社会に居場所があると思うよ、特にアメリカでは高齢者はあまり大事にされない現実があるよね、と。若い世代とシニア世代がお互いに刺激し合って刺激し合うってとってもいいことだと思うよ、お互いに壁を作らないことが大切だと気づいてほしいね、日本にはそれをみんなで分かち合う敬老の日という祝日があると、素晴らしい文化じゃないかというふうにおっしゃったそうなんですね。いやー、どうですかね、まあね、こうね、こんなこう名俳優のロバート・デ・ニーロさんの心をね、最も癒してくれるのが日本やったというふうにおっしゃっていただけるだけでね、ほんまに嬉しいと思いますよね。ということで、新日スター特集の前半戦はですね、ハリウッドの大御所大スター、ロバート・デ・ニーロさんのお話でございました。ヤジマストリート、はい、ということでですね、今週は、新日映画スターね、新日スター特集ということでお届けをしておりまして、前半戦は、まあ、ゴッドファーザーとかね、まあ、インターンなんかでもうおなじみの大御所俳優大スターのロバート・デ・ニーロさんのお話でしたけれども、後半戦はですね、こちらもまた渋い個性派俳優としてですね、なくてはならない存在とおなりになっておりますモーガン・フリーマンさんのお話なんですけれども、まあモーガン・フリーマンさんもええよね、黒人アメリカ大統領なんかやらしたらもうピカイチやねみたいに思いますけれども、このねモーガン・フリーマンさんが2023年4月と言いますか、ついこの間ですよね、つい去年に、ジャック・ブラフ監督の新作映画87分の1の人生と、A Good Person のプロモーション中にですね、のインタビューでこういうふうにね、持論をおっしゃったそうなんです。私には嫌いな言葉が2つありますと。1つはブラックヒストリーマンス。このね、ブラックヒストリーマンスっていうのは、その黒人の歴史をまあまあ振り返りましょう、学びましょうっていうな、そういう月間らしいんですよ。アメリカではね、確か2月がそうらしいんですけど、アメリカだけじゃなくてカナダとかね、イギリスやとかで、このいわゆるアメリカ系の移民とかね、まあアフリカ系の移民とか、そういった人たちの歴史を回想しようという月間なんですけど、このね、まあいわゆるイベント、もうこの言葉がね嫌いというふうにモーガン・フリーマンさんおっしゃった。それなぜかっていうと、たった1ヶ月で黒人である私の歴史をどうしようと言うんですかっていうふうにおっしゃったらしいんですよ、ね、でまたわざわざブラックヒストリーみたいなことを言うこと自体で何か差別してませんかと。まあこれ要はあれよね、まあ、言うちゃ悪いけど、まあ、俺がマスクってね、偽善な人が要ありがちな話やね、差別やめましょう言うてる、あんたらば差別してるよねがいっちゃな話にもあるんですけども、その話だとまた長なるんで、モーガン・フリーマンさんの話に戻ると、それが一つ目ね。でもう一個はアフリカン・アメリカンっていう言葉が、これはね侮辱やというふうにおっしゃってる。とにかく黒人はありとあらゆる呼び方をされてきましたと。そして今まで深く考えることもなく、誰もがアフリカン・アメリカンと私たちを呼ぶ言葉の、この言葉の真意は一体何なんでしょうかと。一口に黒人と言ってもほとんどが混血であって、アフリカはヨーロッパのような大陸ですと。それなのにまるで一つの国のようにアフリカと表現するのには納得がいかない。以前俳優のデンゼル・ワシントンがこう言いました。私は黒人であることを誇りに思いますが、
黒人であることは私の全てではない。ええことやね、ええこと言ってるね。この言葉通り私を何かに定義することはできないのです、というふうにモーガン・フリーマンさんがこの映画のプレミアムの時におっしゃったということなんですよね。これだけ伺ってもこのモーガン・フリーマンさんがこの黒人差別みたいなね、そういったものでおそらく苦労されてきたであろうこととか、今でこそね有名人になり、セレブになった今でこそその差別と戦っておられるということがまあ分かるスピーチだというふうに思いますね。でここで簡単にこのモーガン・クリーマンさんどういう方なのかっていう歴史をご紹介すると、1937年の6月にアメリカテネシー州のメンフィスで教師だった母メイミーと、理髪店の理髪師だった父のモーガンの間に生まれ育ったと。彼はミシシッピー州の学校で演劇に触れたことがきっかけで俳優を志すようになりましたということなんですね。でその後ロサンゼルスで演劇を学び、舞台を中心に活躍し、1970年代に子供向けのテレビシリーズザ・エレクトリカル・カンパニーで一躍注目の俳優になりました。これは1971年のことらしいですね。で続くシェイクスピア劇のコリオレライもうあかんなかもなコリオレイナスで、オビー賞を受賞し、1978年にはリチャード・ウェズリーの舞台劇ザ・マイティ・ジェンツのジェイク役でトニー賞、すごいなどうしようってあるんですよ、トニー賞演劇部門最優秀主演男優賞にノミネートされるなど舞台で確固たるキャリアを築き上げたということなんで、でその後活動の場を映画へと広げた彼はクリント・イーストウッド監督のミリオンダラーベイビー、これも映画でしたね。で、アカデミー助演男優賞を受賞、さらにドライビングミス・デイジー、いやこれも良かったね、ショーシャンクの空に、あこれは良かったよね、インビクタス、これも良かったよねそれしか言うことないけど、いやでも映画ばっかりやもんね。等でアカデミー賞にノミネートされましたと。でその後多数の賞を受賞され、名実ともにトップ俳優という風になったということなんですね。で一方で1955年から1959年までジャクソン州大学の演劇奨学金を断って、だから授業料いらんって言われてはんのよ、ね、決して多分裕福じゃなかったはずなんだけども、その大学の演劇奨学金も断ってアメリカ空軍に入隊し、自動追尾レーダーの修理工を経て一等飛行士に昇進した経験はすごいなを持つ彼は、長年人種差別と戦い続けてきた人道主義者としても知られるようになりましたというふうに書かれています。で、このねモーガン・フリーマンさんが初めて来日されたのが1995年のことやったそうなんですよ。でこれはショーシャンクの空にのプロモーションやったそうなんですね。それでモーガン・フリーマンさんのまあまあ生まれたアメリカでは人種差別がいまだに1995年ね、でもいまだに深刻な問題になってましたと。モーガン・フリーマンさんも例外ではなくて、ハリウッドスターになってもまだ黒人だからという理由で差別的な対応を受け経験があったということなんですね。やっぱアメリカは根深いよね。でそれはアメリカだけではなく海外の国でも同じようだったということで、なのでモーガン・フリーマンさんは、うん、まあ要は外国行ってもどうせ差別されるからっていうので外国あんまり好きはなかったそうなんですよ。でもちろん日本もそうやというふうに思ってはったそうなんですね。だけどまあ仕事やからっていうのでショーシャンクの空にのプロモーションで日本に来たという時のことをやったそうなんですが、そこでそのモーガン・フリーマンさんは日本の映画関係者とともに高級寿司店に食事に行くことになったんだそうです。これ詳しくは書いてませんね。だけどこのお店はいくつもの旅行ガイドブックなんかにも紹介されている有名店で、外国人観光客にも人気があったようですね。すでにそのお店には何組かの外国人が食事をしていたということだそうです。で店内はほぼ満員やったんだけども、
予約をしてくれていたおかげですぐに席に案内してもらいましたと。席に着くとすぐにお茶とおしぼりが運ばれてきて、目の前の寿司職人さんがモーガンさんの好きな、好みのね、まあ、いわゆるおまかせっていうやつですよ。おね、おまかせっていうのを多分一緒に来た日本人のこの映画関係者の人が言わはったよね。おまかせでと、っていうことで握り始めてくれたということなんですよ。すると一つ寿司ができるごとに魚の種類や生産地、あと食べ方なんかを丁寧に説明してくれたと。でこれはまあ当然その店の人が英語で言わはったんじゃなくて、店の人がそれ全部説明してくれはんのを、まあ、一緒に行った日本の通訳にもなる方が通訳をしてくれたということだと思いますね。で、まあ、このモーガンさんは寿司の味ももちろんやけど、外国人の彼にも分かるように一つ一つ丁寧に説明してくれたことにものすごく感動したということのようなんですね。まあ、通訳された方もうまかったんやろうけど、非常に分かりやすく説明してくれた。そして、まあ、いわゆる外国人である彼がたとえ間違ったなんか作法でね、食べたとしても、それを優しくね、いや、あの正しいのはこういう食べ方ですよと、ね、ぜひお試しくださいねっていうようなことを言うて教えてくれたと。非常に優しく教えてくれたということをやったそうで、すごく感動されてたそうなんですよ。でそんな時にその寿司を楽しんでいたそのフリーマンさんのそばにですね、ある白人男性が近づいてきたということなんですよ。でその白人男性はとっても寄ってたと。でそれが、まあ、モーガンさんからも見て取れたということなんです。でその白人男性がモーガンさんに近づいてきて、どうしてこんな場所に黒人が来てるんだとバカにしたように見下して言ったそうなんです。そして続けて、ここは黒人なんかが来る店じゃない、場所じゃないんだよと、高級店に入ってもいい黒人なんていないんだよ、スターだからって何か勘違いしてるんじゃないか、ね、追い出される前にお前から出ていけというふうにこの白人はモーガン・フリーマンさんに言ったそうなんですね。でこの、まあ、要は長い、ね、人種差別の経験に苦しんできたモーガンさんは、あ、日本に来てもやっぱりこんなこと言われたやなと思わはったと。そしてこいつ酔うとるし怖いなという恐怖心もあったそうなんですよ、ね、なので、あ、ここで揉め事も起こしたらあかんと思って店を出ようと、ね、思って立ち上がられたそうなんです。すると近くにいたスタッフとか寿司職人さんが、ちょっとモーガン待ってください、モーガンさん待ってくださいと言って、モーガンさんを制止して、その声をかけてきた白人男性に店から出ていけというふうに言い放ったというんですよ。そしてそのモーガンさんの目の前で寿司を握っていた職人、多分大将ですよ、その人がね、お客様をお手伝いしてって言ったら、はーいって言って、スタッフがみんなその白人男性の元に行って、白人男性の持ってる荷物を持たして、ね、外へ連れて行ったと。でどうもその時にお代はいらないから連れて行ってと言うたという話もあるんです、この大将がね。でその寿司職人はモーガンさんから見て、まあ、多分大将やけど、その白人男性が店を出るまで厳しい目つきをその男性に送り続けていた。要はずっとその男性を睨みつけてたというわけですよ。でそしてまあ客が、その白人客が出ていった。するとお店の人みんなが大変失礼いたしましたっていうふうに挨拶したと。だその瞬間店には再び和やかな雰囲気が戻ったというわけですね。そして目の前で申し訳ないと、やっぱりこの揉め事を起こしたのは自分だから、やっぱり謝ろうとしはったらしいんですよ。で申し訳ないって言いかけて立ち上がった時に、今度は大将が、いやいや立たないでくださいと、ね、お客さんは何にも悪いことありませんと言って、また寿司を握り始めたというわけですよね。すごいじゃないですか。でそれでその隣にいた、ね、その通訳もしてくれてる映画関係者が、
日本でもこういう高級店は客の服装やとか、ね、雰囲気で入店を断る時もあるんですと、いわゆるドレスコードってやつですよね、があるんですよと。食事の途中でも店の雰囲気を悪くするような行為をすると追い出されますと。でもそれは肌や髪、瞳の色といった人種の理由ではありません。あくまでお店にふさわしいかどうかが理由なんですよというふうに教えてくれたということなんですね。でこれまで幾度となく弱はこのモーガンさんは黒人差別で入店を拒否されてきたわけですよ。ところが日本ではそうじゃなかった、ね、人種差別が日本にはないんだっていうことを初めて知った瞬間だったというふうにモーガン・フリーマンさんはおっしゃってるんですね。アメリカでは日本人のように黄色人種も差別を受け、ひどい扱いを受けている。これね、実際にそうらしいんです。うちの娘が、アメリカに留学してたんですけど、ひどい目には合ってないって言ってましたけど、やっぱり有色人種やなという目で見られたことはあるというふうに言ってましたんで、結局モーガンさんおっしゃってるみたいに日本人も有色人種やからひどい目に合うてると、ね、だから日本、それなのに日本人は決して人を肌や髪や目の色で差別したりはしない、非常に崇高な人種だというふうに後のインタビューでも語ってくださったらしいですね。でね、これでまた思い出すんやけど、話にあるけど、ついこの前ね、東京の麻布、南麻布かでね、にある客単価5万円もするね、高級寿司店で起きた騒動、知ってあります？あの X 上で大きな話題になってんじゃないですかね。まあ、どんな内容やったか言うと、その寿司店を訪れたこのある男女ね、男女の客の前に大将が他の客からもらった白ワインを置かはったらしいんですよ。もうこれ一個一個説明してたら長なるから言えんけど、まあ白ワインを置かはったんです。で、蓋が開いてることなんてありえへんと思うんですけど、ワインやから。ところがね、この女性客が二日酔いで気分が悪いから目の前に置かないでくれというふうに伝えたところ、そこの大将が、いやこれはお客さんからもらったものですんでと、まあ要は言い返したというんですよ、このバオンナね。でここからことが起きて、でその後この女性客がこんなお寿司屋さん初めてと口にして帰ろうとしたところ、怒り心頭になった大将が身を乗り出そうとしたところを弟子に羽交い締めにされているという設定の写真が X で流れたんですよ、ね、確かにそうされてました、ね、でこれをこの女性が、まあ、要はひどい寿司屋があるというふうに X で流したところ、恐ろしいことに 2.8 億回も再生されて、まあ、要はインプレッション 2.8 億回ってすごいですよ、ね、多くの関心が寄せられたっていう事件なんですよ。でそのね、女性客は寿司屋の対応が悪いというふうに主張してるんですけど、同じタイミングでね、今度はお店に出た他のお客さんが違うというふうに指摘されてるのは、男女の客は注意も聞かず、いやお店の注意も聞かずに勝手に写真や動画を撮影し続けて他の客にも迷惑をかけてたというふうにおっしゃってるんですよ、ね、まあこんなねアホなやつね、まあのこのモーガン・フリーマンさんの感動的な話とはね、えらい違いですよ。まあこんな客追い出されて当たり前やと、まあ逆に言うと、先ほどモーガン・フリーマンさんが感謝されたように、結局人種関係ないんですよ。同じ日本人であろうがアホな客は帰ってもらう、それをモーガン・フリーマンさんは素晴らしい日本の文化だというふうに褒めてくれはったということなわけですよね。だから5万円もする高いと言うけど、結局なるな、それを言うと、そのそれでいて、最高な雰囲気を味わいたいのに5万も安いっていう人がいてるわけです。まあこれ、まあ何ていうの、マーケティング的な言い方で言うとね、ベネフィットって言うんですよ、価値ね。まあこの話し出すと長なるからもうええけどね。
そういう価値を、ね、持ってるお寿司屋さんやったということなんで、こういう下世話な客は追い出されて当然。そしてそのね、モーガン・フリーマンさんに絡んできた白人男性も追い出されて当然ね。そこを素晴らしいというふうにモーガン・フリーマンさんはおっしゃっていただいているということなわけですよね。まあね、こういうこともモーガン・フリーマンさんおっしゃってくださっているようなんですけど、日本はね、1919年のパリ講和会議で人種平等の原則を提案をしてるんですね。なのでそういう意味でも白人に唯一、まあ、なんていうかな、盾をついた、文句を言うた有色人種、日本人やったわけですよね。そして初めて戦争で白人に勝った有色人種、これ日本人なんですよ。なので日本人は人種を差別しない、でもっと言うと日本人は黒人を差別をしない唯一の民族だと、白人優位の神話を崩した唯一の民族が日本人なんだっていう風に、これモーガン・フリーマンさん言うてくれてはるんですよね。え、もうこんなん知らんかったでしょ。なんでこういうニュースとかこういうこと流れんかなと思うんですけどね。だからモーガン・フリーマンさんまだ続けてね、アメリカでは決して歓迎されることのない一個人を日本人は心から喜び迎え入れてくれたんだっていう風に締めくくっておっしゃってくださってるそうなんです。もうほんま嬉しいじゃないですか、誇らしいじゃないですかね。ねえ、なんかね、こんなええ民族や言うて褒めてもうてるね、なんか日本がね、なんかちょっと壊れかけてるような気がするんですけど、まあ前半戦で言ったね、小学生のお子さんたちがね、当たり前のように財布拾って落とした人に渡すということから考えると、まだまだ見捨てたもんじゃないのかなという気もしますけれどもね。まあ日本はほんまにええ国やなというふうに思いますよ。でそれをね、逆にこの海外の大スターの皆さん、ロバート・デ・ニーロさんやモーガン・フリーマンさんが我々に教えてくれてるということやと思うんですね。まあぜひともね、この放送をお子さんに聞かせとは言いませんけれども、こんなお話ね、ぜひお子さんにね聞かせてあげてほしいなと思う今日この頃でございます。ヤジマストリート、はい、ということでヤジマストリート第137弾はいかがでございましたでしょうか。こんなに、ね、ニュースがありました。ちょっと噛んだかな、ね、ということでね、今週は映画のスターのねお話を2人させていただいたんですけれども、今日ねたまたま配信した、今日の12時に配信した家庭でも言うてるんですけど、明治のねキャンディチェルシーが発売終了するという話が、まあ、話題になってるんですよ。それをね2チャンネルの元管理人で実業家のひろゆきさん47歳が X を更新してこの話に触れてはるのがちょっと笑ったんでね、ご紹介しますけど、3月いっぱいで販売を終了する明治のキャンディチェルシーをめぐる騒動に言及した、あ、ごめんなさい、これあれや、これその話がネットニュースになりましたという記事なんですよ。で1971年に発売されたチェルシーは3月末での販売終了を発表、このニュースが流れるとネット上では寂しい、好きだったのになどと販売終了を惜しむ声が続出、さらにフリーマーケットで定価の10倍以上で販売する転売ヤーも出現した。まあこのネタ丸っぽ今日の盾で言うてるネタやな、まあええかね。この状況にひろゆきさんがチェルシーがなくなると言って買いに走る人たち、カールが亡くなった時も大好きだったのにとか言ってる人たちいたけど、君らが買わなくなったからなくなったんだよと同じことが繰り返されている状況を冷静に分析しましたということがニュースになるというだけすごいなというふうに思うんですけど、ひろゆきさんおっしゃる通りですよね、好きやったとかね、惜しいもんなんでなくすねって言ったお前が買わへんからやっちゅう話なんですけど、このニュースに対しては人は亡くなって初めて大切なものに気づきますね、いや昔は子供のお小遣いで買えるもの、こういうお菓子大好きでしたと、こういう買い占めからの転売ヤーが好かんですが、嫌いですが言うてね、
方言やねスカンですが、アメリカやメーカーからしたら嬉しい悲鳴なのかななんちゃらことを言ってはると思います。他にもどのジャンルでもなくなると好きだったのにってやつがわらわら出てくるな、この現象名前つけてほしいななどの意見が見られました。あるんかなこの現象に、ね、名前。まあ僕はですねヨーグルト味のチェルシーが大好きやったんですけど、好きなものとかね好きやったものがいつまでもあるという感覚、これありますよね。まあなくなると深追いをしたくなる感覚ですよね。まあ行動しないと消えてしまう淡い恋心と同じですよね。なんちゅうことですよね。はあ、恥ずかしい。ということで、ただいまバックに流れておりますのはラジウマストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でございます。本日も集まれ動物の森スタジオからお届けをいたしました。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いしたいと思います。ということで、本日もお聞きをいただきまして誠にありがとうございました。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオラジマストリート、次回第138弾でお耳にかかります。それではさようなら。ふと寂しくもう一度会いたいな、元気だった君のあの笑顔、頭をよぎってゆく。誰かに「ふと寂しく涙がこぼれた」「心が今少年の」